お疲れさんっす。いっぱいゴミありました？え？いっぱいゴミありました？それほどなかった。それがないんですね、うん、素晴らしい。少なかったっすよ、意外と。意外とね、うん、綺麗だってことですね。そう、このまま置いといてもいい？この中に入れちゃえばいいんじゃない？はい、どうぞどうぞ。いや違う、子供のものなんだよ。技術のなんか学習の。あ、じゃあどっかで隠し落としちゃったんだね。2年 B 組君島君。名前までまあこんなゴミが取れたのでちょっとどうだったかっていうのと、あと最後に自分にできることはっていうのをちょっとグループで言葉、去年とかもやったみたいに最後、まあ、決意というかちょっとそれを最後言いたいと思うので、ちょっと最初のグループに分かれてもらって予想とどうだったかっていうのをちょっと話してもらえます。今だからこんな感じで時間割とすると30分ぐらいゴミ拾いました。すごい。最初に予想をして、で、まあ、30分ぐらいゴミを拾って、で 今ここです。今感想なども聞かせてもらえればと思います。感想いいです。感想もいいです。じゃあ逆の順番から。はい、まあ、マスクとかタバコとか予想通りのものも普通に拾えて、あと今回気になったのはフェンス越しの届かないところのゴミが思った以上に多かったかなと思って、なんとも言えない悔しい気持ちで届かないと思いながら、うん、で結構大きいものがあったってことは、あれはただ自然に入ったんではなくって投げ込んだのかなと思われるので、やっぱりこう意識が変わらないと、タバコからちっちゃいものだとなんとなくね、えいってか、あんな大きいものを投げ込むってやっぱり相当意識が低いのかなと思うので、ただ拾うだけじゃなくて本当はそういう呼びかけもねしてった方がきっといいんだろうなと思いながら拾ってました。まあ、あとは普段自分が日常生活でもハッと見た時に拾えるかなっていうところかなと思います。あの予想したマスクがいっぱいあってよかった。あ、よいよい最初はね、見当たらなかった。缶いっぱいあったので、あの地元の方が掃除やってる感じが感じられました。あれ？ね、あの1年に1回しか来ないんですけど、川中島にはこの時しか来ないんですけど、また来年もあればやりたいと思います。よろしくお願いします。ありがとうございます。出先でも拾えるみたいな、こう心構えを持つみたいなとか、まあ、日頃のこうちょっとしたことで、あのあこれ無理だなってのが、いや袋あるしみたいな感じで持ち帰れる可能性もあるなと思ってというので、その辺はあの大事にしてきたんですけど、でどこまでね、そのどこまで綺麗にしとくかっていうのが結構、あんまり綺麗にしすぎるとハードル高くなって、いやここまでできないみたいなのがあってどこで折り合いつけるか結構難しいと思うんですよね。あ、自然にあるものをどこまで取るかみたいなこととかが、まあ、みんなで決めるのがいいのかなとかね、関係者もいっぱいいるみたいだし、そういうところがここまでやろうみたいなとこを決めていければは一番いいって思います。あのこのクリスマスゴミ拾い、初めこそね私も参加させてもらったんですけど、その後はちょっとご無沙汰してて、で南市場さんが始めたきっかけでもう一回私もあのリピーターっていう感じでね戻ってたんですけども、まあ、こんな格好してやってるとやっぱね、最初の話じゃないんですけども、あの結構勇気がつくっていうのもあって、でこの、川中島駅で始まってから、まあ、いろんなゴミありましたけれどもね、その後私の方でもやっぱこう度胸がついたっていうか通勤で小さい袋を持って、でゴミが落ちたらそれを拾うように今して、毎日ねやってます。で何かっていうと、結構見られてるようで見られてないですよね。自分が勝手に恥ずかしいと思ってるだけで、うん、でもちょっとあの女性とか近くに
言うと勇気がねかなりいるので、通り過ぎるのを待ってから拾ったりとかするんですけど、すでもやっていくとなんか落ちてるゴミがそのままだと気持ち悪くなっちゃったりとかですね、でそれを拾ってあげると、あ、自分で今日いいことしたななんてね思って、朝のスタートなんていうのが気持ちよく迎えられる。全部きれいにしようと思うとすごくストレスもね、拾えなかったストレスだとか罪悪感とかがあって続かないんですけど、今ね松崎さんおっしゃったように拾える人が拾えるものを拾っていくっていうことが大事かなって思いました。え、今日皆さんと一緒にゴミ拾いできてね、意外なところでつながっていることも分かって、とても今日は来てよかったなと思いました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様でした。ちっちゃい方に入れる？はい、こんにちは。あ、こんにちは。長野インターネット族です。はい、はい、こんにちは。今日は、はい、駅前、ガーナガ島駅前に来ておりますけど、はいはい、今日は何があったんでしょうか。はい、川中島駅前クリスマスゴミ拾いということで、はい、これで川中島駅では3回目になります。はい、いつもだと大雪が降ってるタイプが多かったんですけど、今日もちょっと予報はね雪だったんで、はい、ちょっとヒヤヒヤしてたんですけど、でいつもはね8時からスタートして、ちょっと早朝とか朝にスタートして雪にちょっとやきもきしてたんですけど、はいはいはい、今年はこの川中島の高等学校、通信制の、ね、高等学校の方もの生徒さんも協力しているということで、そうなんですね。それでちょっと時間を、ね、遅くしました、はい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 、ちょっと早いとね生徒さんたち来るのに大変だということで、今日は10時からということで計画しました。なるほど、はい、まあ、いろんなこうゴミの種類とか、はいはい、また例年と違ったこうなんか、あ、そうですね、特徴があったんでしょうか。はい、今回ちょっと一番大きく今までなかったのはヘルメットと、うん、あとベビーカーがあったんですけど、それが使われているものなのか、ただ置いてしまったものなのか、うん、はい、でもちょっとあまりにも雲の差ったりしてたので、まあ、捨てられてるのかなっていうようなそんな感じだったんですけど、なのでちょっとねそういうのはどうしてそこへ、ポイ捨てというよりも忘れていったのか、まあ、意図的に置いていったのかっていうようなものが今回結構ありましたね。まあ、雪がない分余計とゴミが目立つのかなっていうところもあると思うんですけど、はいはい、そうですね、去年は雪の下からちょっとこう見つけたような感じだったので、うん、細かいゴミが今年は多かったようですね。自転車の部品だとか、あとなんか鉄のかけらとかあったので、拾ってた方もちょっと危ないから普段からこういうことにちょっと意識した方がいいかなっていうような意見もありました。なるほど。はい、最後に皆さんこう決意表明というか、はい、なんか今後について語ってましたけど、はいはい、その辺どうでしょうか。やはり高校生の意見の中にも、はい、街がきれいであれば、まあ、捨てないんじゃないかっていうような、そんな声もあったので、まずは日頃からねこの町はそのゴミ拾いの会があって、その方々が町の美化に努めていただいてるんですけれども、その方々だけではなくて、まあ、ここの町へ住む住民も日頃から、まあ、まず捨てないってことがまずね、捨てなければゴミはないのでそこへ気をつけながら、まあ、もし気づいたらゴミがあればちょっと拾うようなね、ポイ捨てしないってことか、あともし気づいたらちょっと拾うっていうようなことも心がけたらっていうような意見が出てました。なるほど、はい、まあ、本当に1年ぶりの参加って方もいらっしゃいましたけど、はいはい、そうですね、今後はどんな風にやっていくんでしょうか。はい、今後も、毎年これもちょっと恒例になっているので、はいはい、いろんな場所がね今年も長野市でやるっていう、ここではなくて豊野の方でも一つ高校生が企画しているようなので、はいはい、あちこち自分の町をきれいにするっていうことで、今日も違う町からねこちらへ参加してもらってる人もいるので、うん、自分の町でまたこんな企画が増えていけばいいのかなと思います。うん、みんなその何か団体でやってるってわけではないんですか。ね、そうですね、一応その長野県を取りまとめてくれる諏訪の方の、ね、先生がいて、その方の声がけでこの3年やってるんですけ ど、はい、一応まあ、長野県で取りまとめてくれてる方がいて、その方 のまとめでこうじゃあうちの町でもやりますっていうようなことでやってるので、そういう町がちょっと増えていけば長野県内これもね恒例になっていくんじゃないかなと思います。
クリスマスゴミ拾い、はいはい、まあ、今後もぜひ頑張っていただきたいと思います、はいはい、ありがとうございました。今日はお疲れ様でした、はい、ありがとうございます。ありがとうございました、はい、ありがとうございます。街をきれいに、ポイ捨てします。